ここからはリプレイ解説。まずは1レース目から。さあ、今回車がフェアレディ Z ということなんですけれども、うんうん、どうでしたか走ってみた感じは。そうですね、この車は、まあ、スポーツカーで、まあ、普通の市販のタイヤを、まあ、履くように、まあ、意識して設定したんですけど、まあ、この車は結構曲がりにくいんですよ、うん、滑るというよりかどっちかっていうと曲がりにくい車なので。曲がりにくい、それを車をどうやってそのハンドル操作とかそのアクセルとブレーキで曲げるかっていうのを意識して運転してました、うんうんうん、そうですね、まあ前回とかまで使ってた、はい、レース用の車とかだとやっぱりこう曲がりやすく走りやすく作ってある、うん、あもうこの専用に作られてるから、サーキットとかは速く走るために作られてるんですけれども、はいはい、まあ、市販車それだとちょっとこうピーキーすぎるというか、実際の道路を走るのはもうちょっとこう安全性を考慮しなきゃいけないので、うん、そうかそうか、はい、こういう急なカーブとか走るスピードを出して走るっていうのだと、いやどうしても劣ってしまう。それをこう逆にこう曲げていくのが実はちょっとだいぶ感覚が違うんですよね。そうですね、スポーツカーとか実際のレースカーとは。なるほど。このグランツーリスモに出てくる車って全部で何種類あるんですか。全部で1200の一個一個の癖をつかまないとってことですか。その全部やれるようになるには。まあけど実際全部乗る場合やつでこうレース大会があるわけではないので、そっかそっか、大体自分の好きな車を決めて、はい、まあレギュレーションが決まってる大会がほとんどなので、まあ、そのレギュレーションに合わせて車を選んでその車に体を慣らしていくっていう。なるほどね。もうここで結構開いてるじゃないですか。もうここまでに歩夢選手的にはそのミスがあったの。そうですね、ちょっとこの1周目のヘアピンの立ち上がりでちょっとアクセルをちょっと踏み方というか踏みすぎちゃって、うん、それで市販車程度も結構パワーある車なんで、うんうん、アクセル踏みすぎた時にこのホイールスピンをしちゃって、うんうん、そこで立ち上がりでもたついちゃって、はい、それは普段のフォーミュラカーだったらこのぐらいでいいんだけど。そうですね、それよりちょっとシビアかもしれないですね。ああなるほど。エムさんこの時の心境はどういう感じですか。僕ですか、終わったなと。そうなんですね、1周目の後半でもちょっとミスっちゃって離されちゃってましたね、うん、試験でちょっと、そう試験で、うん、その時はブレーキをちょっと踏み方をちょっと踏みすぎちゃって踏みすぎた、今度は逆に巻き込んじゃった。巻き込んじゃった。ブレーキを踏みすぎても、はい、アクセルを踏みすぎてもダメっていう。うん、巻き込むってどういうことですか。巻き込む。もうブレーキしながらクルーンって、そう、またスピンしちゃう感じですね。軽くスピンし。はい。まあ、今度はブレーキを踏んだことによってこうリアが滑ってしまう。リアって何ですか。後ろ車の後ろがちょっと振られてしまって、もたついてしまったということですね。まあ、けどそれでもまあ立て直してはいたの で、うん、実際僕らがやるとあのまま壁にドーンってぶつかってしまうぐらいのところではあるんですけれども、ちょっと砂踏んでずるっていくとそのまま飛んでっちゃうので、そのアスファルトと砂とかやっぱり縛って全然あれ滑るじゃないですか、砂とか縛ってやっぱそれでそのまま回っちゃったりとかそういうのがあります。はい、2レース目はマスターのコーナーワークが勝負を決定づけた。さあミッドフィードレースウェイなんですけど、まあ、オリジナルコースで先ほどのに比べると、うん、細かいコーナーがないくて、まあ、割とハイスピードなサーキットになりますね。なんでこのコース選んだんですか。まあ、この車に乗り慣れてないのでできる限りコースの難度は低い方が、はい、低い方がいいかなとは思ったんですが、うんうんうん、このコースもちょっと難しいポイントがいくつかあって、うん、まあ、そこでやっぱり差をつけられたって感じがありますね。ここもでも結構序盤でちょっと開きましたよね。そうですね、 1,2 コーナー曲がったあたりで少し差がついてしまった感はありましたけどね。なんでなんですか。やっぱりこういう例えばこの次にある右左って続くところがあるんですけど、はいはいはい、ここって結構速度が高いんです、うんうん、この車でいうとすごい速度が高くて、はい、なんでやっぱりそこでコントロールするその技術の差が出やすいところ、うんうん、もうここで離れてますもんね、うん、さっきの入り口で、はい、歩夢君はちょっとだけブレーキングしてるんですけど、山田多分してないです、ね、ブレーキかけてない、まあ、ブレーキかけてないか、まあ、アクセルオフぐらい、うん、アクセル踏まない、うん、ちょっと一回だけ離すぐらいで、あそこでスピードの差がだいぶついてる、出ちゃいますね、10キロぐらい差があったんで、そこでもうすでに。この場面コーナリングワークが両者の明暗を分けた。かなり手前からブレーキをかけ減速する歩夢に対し、
アクセルワークのみでスムーズにコーナリングするヤマドゥ。そのため立ち上がりで差がついてしまった。結局あれなんですよね、こうハイスピードがゆえにちょっとスピード差が出ちゃうと、はいはい、それでもう結構離されちゃうんですよね。僕車のこと全然わかんないんですけど、はい、アクセルを踏まなちょっと踏まなかったらスピード落ちるわけじゃないですか、うん、そうですね。でもアクセル踏んだらブレーキ踏んだらスピード落ちるわけじゃないですか、うん、落ちますね。それと全く一緒のことじゃないですか。ではないんですよ、これが違います。これが違う、何が面白いのか全然わかんない。これが違うんですよ。違うんですよ。いや素晴らしい質問だなと思って、うん、あ、アクセルワークで曲がっていくいけるところはブレーキを踏むとやっぱり急激にスピード落ちてしまう、うんうん、いますし、ただまあなんでじゃあアクセル緩めるだけで走っていかないかっていうと、うん、急なコーナーっていうのはブレーキングすることによって、うん、その車のサスペンションに力をかけるんですね、うん、そうするとグリップ力が増すんですね。はあ、なるほど。でコーナーを曲がるときにその、サスペンションのグリップを使って曲がっていかなくちゃいけない。なるほどなるほど。これがアクセル緩めただけだとそのサスに力がかかってなくて、うん、踏ん張りが効かないですね。そうなんですよ、踏ん張りが効かないからその早く曲がれないっていう。お二人はそういうのを考えながら曲がってる。そうですね。考えてると言っても感じてるっていう。まあ体で覚えてるから、ね、感覚でそのこれだったらこれぐらいかなとか、うん、そういう結構曖昧な感じなんですけど、まあ、それで自分の中で何か確立していって、でそれをまあこういう風に体現するみたいな。シンプルに言ったらここはアクセルちょっと緩めるぐらいのグリップでも曲がれるし、うんうんうん、ここはでもブレーキ踏んでグリップちゃんと強くしないと危ないぞとか。ああ、そうですね。そういう分け方ってことですか。はい、まあ、そういうのはどうしても走り込んで、うん、まあ、経験積むしかないので、そういう感覚を磨くには、うんうんうん、なんで、まあそうですね、そういうところが僕ちょっとやっぱり少ないので。まだ、あ、そっか、このゲームに来てからまだ短いですもんね、はい、もうストレートでね、2勝しましたけども。そうですね、今回初めて、はい、まあ、2戦をまあ先に取ることができて、まあやっとマスターらしいところ見せられたんじゃないかなと思うので、まあまた自信になったんで次も勝ちたいと思います。はい、そうですね、やっぱりまだまだこのゲーム始めて短いっていうので、まあこの舞台に立つにはちょっと早かったかなって思いつつも、まあまたそのうちぶっ倒せるくらいになるまで練習してまた挑みたいと思います。ぜひぜひお待ちしております。